皆さんこんにちは。今日はですね、ようやく告知ができるようになりました。忘年会ね、忘年会やりますんで、今年もですね、ぜひ皆さんご参加ください。ということで、まず先にこちらの動画をご覧ください。どうぞ。光と音を感じる。ねえ、知ってる？クリスマスって特別なんだよ。ここを見せてあげたかったんだ。秋吉堂、東京ファンタジー。クリスマスだけのイルミネーション。ということでですね、今日はね、忘年会も含めいろいろ告知なんですよ。スケジュールめちゃくちゃ多すぎてね、多すぎるってことはないんだけど、なんだろうな、もう、頭の中もパンパンで、もう爆発しそうです、爆発。僕のね、スケジュール帳とかカレンダーとかがね、爆発しそうな状態なんで、まぁちょっとね、しっかり言えるとこは言ってこうかなっていうことです。まず忘年会じゃなかった。先に言うべきことがあって、さらに。12月10日から25日までの間、先ほど動画にありました通り、コマーシャルですね。CM、ウェブ CM なんですけど、これ僕が撮った映像です。僕が撮って、ある程度編集とか、まあ前後の関係とかもね、いろいろやっていただいたのが、私の先輩の田中スペハンターさんです。で、そういった広告、ウェブ広告売ってますので、まあ、ぜひ、ご縁がありました。12月10日から25日、秋吉堂のイベント。こういった、めちゃくちゃ綺麗なイベントなんですよ。いや、僕に撮影行きましたけど、ほんとすげえなと思って。あと、この企画というか、このライティングとか、イルミネーションを考えた方っていうのが、東京タワーのね、イルミネーションを考えた方なんですよ。東京芸大卒の女性のもうかなり高齢なんですけども、やっぱね、昔からやってる人はすげえなって感じで、で、今 LED でしょ？で、そんなのがあって、いろんな色があって出せるみたいなね、ことでね、非常に美しいね、イベントなんでですね、ぜひ行ってみてくださいという告知。で、次、忘年会、僕の忘年会については、12月23日の後から29以降になると、ちょっとね、まあ、釣りとかの関係もあるんで、年末年始の魚も釣りたいとかがあるんで、ちょっと難しいのかなっていうところで、23、24日その前ぐらいがね、いいのかなっていうふうに思ってます。で、お店については、ちょっと串本のね、行きたいっていうのが声が多いんですけど、そこはね、ちょっともう一旦置いといて、アンケートを取ります。例年通り、アンケートがありますので、概要欄のリンク先にアンケートっていうふうに、ありますんで、そこに記入をして、参加の希望を出してください。お店とか場所とかね、いろんな、要望をかけるようにしておきますんで、日程もね、そちらで募集をしております。来れたい方は、ぜひ、記入、参加、お願いいたします。今年も10人ぐらい集まるといいな。うん。あんま多いとね、やっぱり収容する店もね、爆発してしまいますからね。というのが、まあ今日の主な告知の2つです。で、そして、あと明日、魚祭りと、リトルプさん、なんとか、ね、行きます。8時から行こうかな。8時に並ぶとね、フグの汁とかなんか、あんこの汁とかね、行けるのか、みたいな。8時は早いな、みたいな。あ、ちょっとね、お酒飲みとか、飲みたい。帰ってきてから。セブンのプライベートブランドなんですけども、珍しいことに、これ680円とかかな。うん。で、リースリングっていうね、ブドウ品種なんですよ。みんなシャルドネとか知ってるでしょ？シャルドネとか。ソービニョンブランとか、ソービニョンブランって言っても分からない人が言うと思うんですけど、シャルドネぐらいは知ってると思う。リースリングっていう、どっちかというと、ドイツで多い品種ですね。これも確かドイツだったかな。うん。どこだ？あ、ドイツ。で、まあ、セブンで680円ぐらいだと安い。この値段で飲めるリースリングってないんじゃないかな。他に美味しかった白ワイン。あ、あれはあれだ。コノスルはゲギルストラミネールだ。ゲギルストラミネールっていう、ね、めちゃくちゃわけはわからん。ブドウ品種があるわけ。それも美味しかったけど、まあ、この680円で、ね、リースリング飲めるっていうのは、ね、いいなと思って。最近よく飲んでます。最近白ワインよく飲んで。で、どこまで行ったっけ？そう、明日。で、11時20分から40分ぐらいまでかな。私の西高時代、西高の先輩の、西高時代じゃない、西高の先輩のはるかに年上なんで、月崎ムーンさん。ファンキージャズオーケストラっていうのをね、やってまして、それが、リトルプサンの方で、だからグリーンモーン商店街の方で、11時20分から40分くらいだったかな。書いてる。うん、11時20分から、月崎ムーンさん、リトルプサンフェスの方に、出られるので、私もそれに行きます。それから、魚祭りの方もその前に歩いていると思います。10時過ぎぐらいかな、わからんな。ね。まあ、そういう予定、明日は。それから、
あとは飛んで12月にね、12月17日、山口のあの、なんだったっけ。またこれも直前にあったら言うんですが、12月17日に山口の芸術なんとかセンター、そんなのあるんでしたっけ、あったと思う。で、またこれ僕が出てる映画の嘘と本当が上映されます。これも直前になったらまた告知します。上映があるので、僕もそこに行って、あのなんか、舞台挨拶みたいな、します。昼ぐらいだったかな。17日。そして、まあ、忘年会するとしたら23、24ということで、毎年、年が過ぎていくと、忘年会、センチメンタルな忘年会ですよ。という予定で、まあ、爆発するってほどでもないな。その間を縫って、アウトドアの活動とかしなきゃいけないんで、まあまあ、ちょっと頭使いますよ。あと10日だ。12月10日。同じくファンキージャズオーケストラで、まあ、時間帯的にはこれ、昼か昼だよね。あ、昼、13時半から、1時間、ん ?30 分か。シーモールホールの4階で、また同じく、ムンさんが出られるんで、こちらにも遊びに行こうと思います。これ、チケット2枚あるんでね、1人一緒に来てくれる方募集です。日曜?まあまあ、あれだったらまあ、どうかな。娘1人、30分ぐらいなんでね、一緒に散歩行くかもしれないし、誰か来てくれるってんであれば、一緒に行きましょう。1人、募集です。という感じで、いろいろ、予定があるので虫がおる。告知をいたしました。まあ何よりね、まあ忘年会と、この12月10日から25日の秋吉堂の、公共ファンタジーっていうイベントか、ね、ぜひいらしてくださいという内容でした。チャンネル登録、高評価、お願いいたします。バイバイ。